ップ項目です。国際宇宙プロジェクトの中心企業ミカド本社が宇宙太陽発電用シャトルの打ち上げを発表しました。その発表が波紋を呼んでいます。この宇宙太陽発電とはどのようなものなのでしょうか。映像を用意しました。ご覧ください。まず地上の受信施設から誘導信号が送信されます。信号を受けた発電衛星は大きなミラーで太陽光線発電を行い電力を発生させます。その電力をマイクロウェーブに変換し地上の受信施設に送ります。地上施設でそれを電力に再度変換し一般供給しようというものです。しかしこの不景気の時期に大量の電力を供給する必要があるのでしょうか。またマイクロウェーブが降り注いでくることで人体はどのような影響を受けるのか。ミカド本社は国際協力のもと極めて環境性の高いプロジェクトの中核を担っているのですが、詳しいことは何も発表していません。今後の動向に注目したいと思います。まずい、出遅れた。顔してたらお客さん怖くて入れないよ。そうは言ってもこれが仕事だ。やった。春だというのにおかしな天気だ。お待ちかねだぞ。早く行ってやんな。こう暇そうね。店が平和な証拠なんだぜ。ワンさんが暇な時はよ。なしよ。
なんだよ、遅かったな。何してた？ね、シオンの誕生日っていつ？なんだよ、突然。シオン、交代だ。ああ、わかってる。そういや、お前がこの店に来て大乱闘をやらかしたのって1年前の今日じゃないか。じゃあ今日はシオンがバウンサーになった記念日ね。はい、これあげる。なんだよ、プレゼント。下がってろ、ドミニク。ドミニク！何者なんだ奴ら。帝の連中だ。よくご存知で。行こうぜ、帝本社。ああ、ちょっと待ってな。ダチに当たってみるからよ。
ちょっと調べてほしいことがあるんだな。帝本社に急ぎで行きたい。急いでるんだ。ああ、頼む。で、時間は？わかった、急がないとな。サンキュー、オンに切るぜ。中央駅から帝本社まで専用列車が出るらしい。いつだ？30分後。時間がない、行こう。あいつも心を開いてきたみたいだな、彼女に関しては。まったく。残ってたか。それに団体さんでね。行かせないつもりだし。ならぶっ潰す。飛んだ足止めを食ったぜ。どうした？あ？あの黒ひょう知っているのか？いや。急ごう、列車が出ちまうぜ。ああ。どうした？警備兵だ。さすがに厳重な警備だな。時間がないぜ。なら正面突破。